クリスマスが近づいてきたね、お姉ちゃん。そうだね、琥珀。ロリさんのクリスマスのご予定は？まあ、クリスマスって言ったら家でチキン食べたり、ケーキ食べたり、それくらいかな。それよりも！それよりも？サンタさんが来てくれるかどうかが問題だよな。サンタさん、1年間いい子にしてないと来てくれないからな、サンタさんは。今年も来てくれるかな。来てくれるといいね。良い子にしてたならきっと大丈夫ですよ。黒いサンタクロースは悪い子のところにしか来ませんから。黒いサンタクロース？お姉ちゃん、ご存知ではなかったですか？赤いサンタさんと同じ日に現れる黒いサンタさんの噂。良い子には赤いサンタさんがご褒美を、悪い子には黒いサンタさんがお仕置きをするんですよ。始まった。お仕置き？お仕置きってどんな？少しだけ悪い子にはジャガイモや石炭など子供が喜ばないものをプレゼントするらしいです。確かに石炭はいらねえ。まあまあ悪い子には寝ているベッドのそばに豚の内臓や血液をぶちまけるらしいですよ。いきなりお仕置きのレベル上がりすぎじゃない？それよりももっと悪い子はサンタさんの袋の中に詰め込まれて連れ去られていってしまうらしいです。こういう時だけ饒舌になるね、お姉ちゃん。ああ、でも何も悪いことをしていないのなら大丈夫ですよ。そうだよ、大丈夫だよ。していなければの話ですが。追い打ち！悪いこと？買い物のお釣りでこっそりお菓子買ったのは悪いことになるのか？次元の壁を越えて何やらメッセージを受信しました。次回、女子高生の無駄遣い、夢？一体何のことでしょう？なあ、ベッドの中でこっそり夜更かしするのは悪いことか？どっちかっていうとお姉ちゃんのところに黒いサンタさんが来ると思うよ。え、本当に？ベッドに豚の内臓